ピョートル・パブロビチ・シャフィーロフ・ダンシクピョートル・パブロビチ・シャフィーロフ・ダンシクは、ロシア帝国の政治家、外相、ユダヤ人とされている。外国語の知識に秀で、ロシア外務省の主本役官を長年務め、後には、ピョートル一世の旅に、たびたび同伴した。その後、ダンシクに除された。1711年のロト戦争では、プルト条約の締結に成功したが、 ピョートル一世がシャフィーロフを人質として残したため、和訳が破られると、イェディグレ要塞に投獄された。しかし、イギリス大使とオランダ大使の助けもあって、スウェーデンウォーカール12世に競り勝ち、1713年6月のアドリアノープル条約で、ロトカンの友好を再確認した。1718年には、元老院議員に任命されたものの、 1723年に、王領と不貧乏の角で、すべての職を解かれて死刑に処され、死刑執行の直前に追放に軽減された。追放先も最初はシベリアだったが後に、ノブゴロドに変更された。1725年に、ピョートル一世が死去すると釈放され、ピョートル一世への電気を書くよう命じられた。以降、アンドレイをステールマンが対抗し続けたため、シャフィーロフが、 再び感触にありつく道は閉ざされた。1717 17年、カール12世との戦争についての著作を書いた。ありがとうございます。